運動とか違うあるんですよ。知らず魔界書いてあるんですよ。これです。乳酸菌はどこに住んでいるでしょう。腸だけど、腸には小腸と大腸がいるでしょ。乳酸菌とビフィズス菌は確か、乳酸菌が小腸、ビフィズス菌は大腸、ね、でこの違いはもう一つあって、乳酸菌は空気が好き、呼気、好気性って言って、酸素を使う、酸素好き。だからビフィズス菌はこれ嫌いっていう感じ、嫌気っていうので空気が嫌い、でこれ大腸ということは、ヨーグルト食べます、ヨーグルト売ってる、ヨーグルトが乳酸菌入りヨーグルトとかビフィズス菌ヨーグルトって売ってるでしょ、はい、でも食べるときにこう混ぜたら、はい、どっちも死んじゃうのか、ね、だから乳酸菌だったら空気が好きだから、要は空気があるところは生きてるけど、ないところは死んじゃってる、でビフィズス菌は空気があるところが死んじゃってないところは生きてる、混ぜると全部ダメになったりする、からでアムエのビフィズスはもう全部くるんであるから OK なんだけど、ですね、はい、ちょっと難しいことです。でこれが菌がたくさんあると、これがたくさんあると何が良くなりますか。いいこと、善玉菌が多いと、善玉菌がたくさんあるといいことがあります。何かが強くなります。強くなる。何が強くなるでしょう。免疫力。ピンポン。免疫力が強く。不意に。あと、善玉菌がたくさんあると、これはちょっと中国語で何て言うの。酵素は酵素ですか。この酵素が3000種類ぐらいが腸で作られてるから、ちゃんと善玉菌がいっぱいあれば、たくさんあれば、これがなくなると酵素も作られなくなるから、免疫も下がるし、酵素もなくなるから、もうすぐ病気になる。ただ腸の状態がある人は病気になりやすい。じゃあ今度は血液いきますね。血液の中で大事なものって何でしょうか。赤血球、赤赤血球、白は白血球、ね、赤血球と白血球、赤血球っていうのは何をしてますか。血液を作る。酸素を運ぶのが赤血球の働き、ね、で今鉄って言われたけど、で誰か鉄が少なくなると赤血球が作られる。他にも、ビタミン D って言われます。ビタミン E が、少なくなると赤血球がギザギザ変な形になる。後でちょっと写真見せますね。とか、あと油が多いと赤血球がくっつく、流れなくなる。から血液ってすごい大事、サラサラで流れるね。で白血球はじゃあ何をしてますか。白血球の働き、免疫で、菌が悪いものが入ってきたらそれをやっつける働き、白血球、はい、あとじゃあもう最後。